朝7時でございます。おはようございます。なんと今日はストリートではなくこんなところでドラムを叩くのですが、ただドラムを叩くじゃありません。すごいことになると思うので楽しみにしててください。ちょっと今は詳しくは言えないんだけど、まあとりあえずすっぴんですね。はい。なんで30分前に起きました。はい、ということで今日はね、化粧をしてくれる方がいらっしゃるんですよ。いつも自分でやってるんだけど、あ、ちょっと待って、いや、嬉しいね。おはようございます。おはようございます。2回目です2回目。あ、ドラムセットが、あ、今日使うドラムセットが、おー、届けてきました。これね、すごいことが起きるよ、今から楽しみにして。すごい綺麗にしてもらってます。普段しないこのメイクの赤、下まつげに赤がついて、どうですか？ありがとうございます。小雪で初めてじゃない？そう、初めてなんだよ。この後はどういう風になるんですか？それは見てのお楽しみで。でもこの後がすごいよ、髪型、すごい感じ。サザエさんみたいになる。いや、サザエさんよりすごい。サザエさんよりすごいって何？サザエさんよりすごい。すごいのがぶっ刺さるの。ぶっ刺さる。知らないでしょ。見てないよね。あ、見てないよね。なんかもうね、最先端。最先端。ドリルみたいな。これから流行らせてこうと思ってる。ジョジョとかに出てきそうな髪型。そう。あ、なるほどね。これからね、ライブのためにやって。そう。ドラマはもうこれっていう。流行らせてこうと思って。流行らす。うん。でもそれが大変の、そこに行くまでがすごい大変で、すごいやっていた。ああ、確かに。今何されてるんですか？あ、女性じゃなかった。女子から女性に進化をします。はい。でも、あの、可愛いんで、すごいですね。着物を着てから、その装飾したりとかつけて。こんな、何か、お分かりですか？なんと、今回、我らギフさんの CM 撮影をすることになりました。ドキドキ。はい、じゃあお願いします。お願いします。本日参ります。お願いします。ドラムセットの感想はどうですか？指輪つけて、あ、大丈夫です。指輪つけて回すの初めて。それも初の経験だね。うん、これ流行らせてくれ。いや、ちょっとどういう髪型？命名してよ。スティフ。やべ、笑うとね、音が落ちるから。じゃあ一回回していってみますね。はい、お願いします。もうちょい上。回りました。お願いします。
ムービーの撮影が終わりました。結構撮ったのでもうバッチリいいテイクが撮れたと思います。お腹すいたお腹すいた。今からご飯、ご飯、次はご飯の後は写真撮影。もう一つの衣装も普段着ない感じのロックな感じ、生まれ変わると思いますので楽しみにしてて。じゃあご飯行ってきます。あ、その写真は何に使うの？その写真はポスターになると思う。あ、あれだね、 CM だけじゃなくて、うん、そうそう、俺らギフさんのポスターポスターとかいろいろ他にもあるかもしれない、うん、トップでドドーンと寂しいけど、またあのモレラギフさんのところへ遊びに行くので、はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。完成お楽しみに。皆さんありがとうございました。楽しかった。はい、ということで今日はモレラギフさんの CM 撮影でした。無事終わりました。皆さん楽しみにしててください。ちょっと違くない？お楽しみに。